サルミアビアラシは、韓国の中世南道金山郡出身の女子フェンシング選手。種目アイペ。2005年、金山女子高等学校。2009年、韓国体育大学校を卒業。2010年に、フェンシング世界選手権で韓国チームを銅メダルに導いた。サルはこれまで世界大会ではユニバーシアードでの金メダルをはじめとして銀メダル3個。 銅メダル3個を獲得している。猿は2012年にイギリスロンドンで開催されたロンドンオリンピックではエペで個人団体ともエントリーしていた。7月30日のエペ個人準決勝で猿はブリッタ・ハイデマンと対戦した。5から5の同点で迎えた残り1秒、ハイデマンと打ち合いになったがわずかな隙をついて、ハイデマンが得点を挙げた。この結果、 猿は5から6でハイデマンに敗れた。ところが、この残り1秒をめぐって、猿並びに韓国チームのコーチが猛抗議した。コーチは残り1秒の時間が長かった。タイムの進め方に問題があったと審判団に詰め寄った。一方で猿も試合終了時間は過ぎていたと判定に不服を持ち、涙を浮かべながらピストの上に1時間以上座り込んだが、 判定は覆らず、結局猿は決勝進出を逃した。そして、猿は3位決定戦でも孫玉清に11から15で破るメダル獲得張らなかった。その後、国際フェンシング連盟は7月31日に会見を開き、刑事方法に問題があることを認め猿選手に謝罪したと明かした。同選手に特別メダルを授与することになったと発表した。 ありがとうございます。